おはようございます。おはようございます。やばい、昨日ソウルのミョンドンで飲みすぎて、昨日ソジョ1本1人でガブ飲みしちゃって、ちょっとだけ二日酔い気味なんですけれども、おはようございます。ということでですね、現在の時刻はだらん、待てやばいやばい、11時56分、やばい、待って、11時15分に出ないといけないから、あと20分後に出ないといけない、もうやばい、寝坊した。ちなみに私今普通のホテルに泊まってるんじゃなくて、HH ホテル、ラブラブホテルに泊まらせていただいてるんですよね。間違えちゃって、もう韓国ダウトすぎる、本当にもうビジネスホテルか普通のホテルかラブラブホテルか分かんないよ。もうちなみにこんな感じで本当に鏡張りの部屋なので本当に気まずいです、一人で寝るのって感じだけど、まあ結構快適でした。それではですね、今からバス2時間ぐらい乗るのでバス停まで向かいます。ちょっと待って、やばい、バス乗り遅れたら本当に行けないところなの。ああ、それでは韓国4日目なんですけど楽しみます。やばい、ちょっと気持ち悪い、バス死ぬかも。よし、メイクしよう。やばい、時間ない、バス乗れない。それでは切符を買いました。オッケー、韓国の電車難しいよ、3番線だから、あっちが間に合った。それではこちらのバスに乗ります。それではバスに乗り込みました。12時20分発で2時間かけて韓国の未知の世界に向かいたいと思います。ちなみに隣は軍人さんでほぼ満席状態です。ほぼっていうか満席だ、すごっ。ちなみになんかこのバス VIP だった、 VIP って書いてある、ほらここに。それではちょっとレッツ集中タイムスタートをしながら2時間頑張りたいと思います。ちなみに今日の韓国の気温は 5.4 度だって、寒かった外。このバス机ないから編集できないんだけど、乾杯。でも編集しよう、膝の上で。皆さん聞いてください、編集を2時間して今2時間ぐらい昼寝をして今目覚めたんですね。ということは今何時だと思いますか皆さん。じゃじゃーん、あの時計を見てください、4時14分です。ちょっと待って、2時間で着くって言ってたのに今なんで4時なのって思って、おかしいと思って目の前見てみたら、ありえないぐらいの大渋滞なんですね。やばすぎる、進むのが遅すぎて、本当は出発して1時間半ぐらいでサービスエリアなんですけれども、サービスエリアまだ着いてなくて、トイレがやばい、本当に1時間半を4時間かかって今進んでるっていう感じです。やばすぎる、死んじゃうよ。みんな大丈夫なのかな、トイレ。それではちょっと頑張ります。いやちょっと待って、結構やばいかもしれない、みんな助けて。ちょっと待って、本当にやばい、乗る前に買ったポッキー食べる、気を紛らわせなきゃ。これえぐい、えぐい、絶対ミーと同じ状況でトイレやばい人絶対にいる。うかやくま、精神統一。ちなみに今日は韓国の独立を記念する祝日らしくて、なんか今日ねこのバスも満席でおかしいなと思ったし、こんなに混んでるし、さっきバス乗るまでの行き歩いてる時もなんか国旗を頭にぶっ刺してる人とか国旗を持ってる人がいっぱいいて、なんでだろうと思ってたら、そういうことか、記念日だったんだ、祝日なんだ今日。頑張ります。やばい、もう日が暮れちゃうよ。ちなみに見てください、韓国で初めて雪見た、雪景色が広がってる、超寒そう。うー寒い、みんな到着した。それではちょっとオープニング撮らせてください、いきますね、せーの。あいまいみーまいみーです。はい、私は今韓国のソクチョというところにいます、イエーイ。はい、ということでですね、皆さん聞いてください、今イエーイとか言ってる場合じゃなくて、本当にヤバくて緊急事態で、まずソウルからバスで2時間で来れる場所なんですね本当は。でも今日さっきも言ったんですけれども、韓国がねこう独立した記念の祝日だったから、もうマジで混みすぎて、2時間が6時間かかって、現在の時刻6時半なんですね。だからちょうど6時間バスに乗り続けてたって感じなんですけれども、だからもう今お尻がもげそうっていうヤバいエピソードが一つと、あともうそんなどうでもよくて、もっとヤバいことがあって、皆さん聞いてください。あ、ていうかここの場所つい70年前まではあ、やばいやばい、バス来たバス来た、70年前まではここ北朝鮮だったんですね。でそういう場所に私は今やってきたんですけれども、なんと今日祝日だからだと思うんだけど、さすがに日本人だからっていうことはないと思うんだけど、さっきバスの中で宿を予約したんですね。アゴダっていうアプリと、あとエアビーっていうアプリで撮ってたんだけど、1時ぐらいに撮ったのね。そしたらさっきなんかキャンセルされて、みたいな、宿ないんだけど、もう終わった、
もうどうしよう、こんな僻地までやってきたのにさ、宿が断られて、なんかさっき断られたホテルは次使える1000円クーポンあげるからキャンセル許してくれみたいな感じのメッセージが来て、えみたいな、え本当にやばいんだけど、ちょっと待って、どうしよう、え泊まるとこないし、引き返すこともできないし、さすがにここまで来て、えもうどうしようっていう感じの始まりなんですけれども、とりあえず昔北朝鮮だった場所にやってきました、イエーイ。まあ、現在はこんな感じでバスターミナルにいるんですけれども、私はこちらのねバスで6時間かけてこの僻地にやってきました。やばすぎる、本当にどうしよう、しかももうちょっとで日が暮れそうだし、それではちょっとどうにかするためにホテルに行って直談判した方がいいのかな、なんでこんな断られるんだろう、なんかお昼に予約してで3時ぐらいに断られたからもう一回予約して、そしたら今断られたのね、どういうこと、なんで、もうそれではちょっとなんとかして始まりからこんな感じなんですけれども楽しんでいきたいと思います。やばい、その前に本当にお腹空いて力が出ない、それでは私の行き当たりばったりすぎるどうなるかわからない旅始まります。やばい、暗くなってきちゃったよ。ちなみに今ソクチョバスターミナルの目の前にまだ今佇んでいるんですけれども、とりあえず見渡す限りあそこになんかちょっとだけいかがわしいホテルなのかなっていうのはあるけど、アプリには出てきたことがないホテルなのでちょっと直談判しに行こうかな。でもあれ絶対いかがわしいよね、お城の感じ、やだよ、昨日も同じようなホテル泊まったのにって感じだけど、とりあえず宿がないと観光もできないし、この後ね北朝鮮料理とかも食べたいななんて思ってるんですけれども、もうそんなことをのんきに言ってる場合じゃないから、とりあえず宿を頑張って探します。マジでなんで2回も断られたんだけど、本当にアプリにね、でなんかもう1000円クーポンあげますとか900円あげますみたいな感じで、いやもうそんなんいらないから食べさせてよ本当にもうどうなるの今回の私の旅、みんな見守っててね。てかさ、めっちゃムカつくんだけどさ、ね今アプリで見たら断られたところ空室あるのね、でなんで空室あるのにさ断んのとか思ったんだけど、多分今日祝日だからさホテル高く売れるじゃん、で今見たらね3万7000円とかね一泊その部屋ね書いてあって、でミーが見た時、お昼見た時は8000円とか7000円とかだったから、あもうここ泊まろうと思って予約したのに、多分ホテル側がね表示するの間違えたのか分かんないけど、あ今日祝日だから8000円で泊まる人は断ろうみたいな感じで多分弾き飛ばされたんだけど、もう何それ本当に、一泊3万7000円なんて払えるわけないでしょそんなの。でもみんなそれぐらい払ってきてんのかな、どうなんだろう、ねえどうしよう、今日の宿めちゃめちゃ高くて祝日だから4万円からしか泊まれなくて、そんなホテルしかなかったら本当にどうしよう、てかさ、ホテル側も間違わないでもらえますか、だって空室あるから絶対に断られる理由としたら、まあ、8000円で私は予約してたから、あ8000円の客は無理無理シッシッみたいな感じで断られたってことでしょ、ムカつくだけど本当に、しかも現在の気温はマイナス8度でマジで寒い、本当に死にそうね、お願いだから宿だけ確保させて。それではですね、バスターミナルはあそこなんですけれども、大通りを渡ってやってきました。じゃじゃーん、こちらのちょっといかがわしいかなっていうホテル、でも仕方ないよね。ちなみにここにモーテルって書いてると思うんですけれども、モーテルっていうのはちょっといかがわしいホテルでも使えるし、普通のホテルとしても使えますよっていう韓国あるあるの表記ですね。ちなみに空が綺麗すぎる、そんなことよりもお願いだから止めて。それでは直談判頑張ります。みんな祈ってて、やだかないのはやばすぎるよ。ソールドアウト、ソールドアウト、あ今日無理、ダメ、あーオッケーオッケー、ありがとうありがとう。ちょっと待って、終わったソールドアウトだって、もう最悪、今日はもう泊まれませんって言われた、もう祝日舐めてた、てか韓国の祝日まで調べれてなかった、自分が悪いんだけどさ、じゃあ次当たろう、直談判しかないわこれはもう。1軒目のモーテルは敗北です、ソールドアウトでした。モーテルもソールドアウトってやばいって。待って、2軒目のさゲストハウスとホテルが一緒になってるところも敗北、今日は無理無理って言われて、もうどうしようみんな、ついて早々泣きそうなんだけど。で今見思いついたんだけど、このモーテルとかで予約がいっぱいってことは多分もう結構望みがないから、みーがさホテル予約したやつあるじゃん、最初に予約したところね、ホテル予約完了しましたっていう画面持ってるから、ちょっともう怒りに行きたいと思います。だってさ予約完了できてたんだよ、なのにさ4時間後とかにさ、あすいませんお客様の予約は完了されませんでしたエラーですみたいな、ふざけないでよって、本当に怒りに行くから今から、ちょっとみんなもう怒るじゃないと、みーは今日こんな韓国の僻地でのたれ死んじゃうよ、寒すぎるし、ちょっと怒りに行こう、もうメソメソ泣きたいところだけど泣いていられない。あちょっと待って、みんな聞いて、ホテル直談判したいって言ったんだけど、そのホテルまでタクシーで10分とかだから、ちょっと近場のホテルから潰していこうと思って、今ここのホテル直談判してみたんだけどダメだった、
次、寒い寒い寒い、今までで一番寒いかも、旅の中で一番寒いかもしれない。しかも今私こんな感じでミニスカ履いてるんだけど、死ぬ死ぬ死んだ。皆さん聞いてください。皆さん聞いてください。やばい、本当に泣きそうなんだけど、あのですね、皆さん、まず今日キャンセルされたホテルにチェックイン、もう何食わぬ顔でしてみようと思って、そういうね、もうキャンセルされたの知らなくて、もう私宿ないからみたいな感じで怒りに行こうと思ったんだけど、そのホテルまでもうタクシーで10分ぐらいかかって、しかも今日祝日だからさ、タクシー運転手さんもさ休んでるからタクシーが全然なくて、でウーバータクシー呼ぼうと思ってもなんか1台しかなくて、でそのウーバータクシーにも断られて、アプリでタクシー呼ぼうと、うわー怖い、あーうるさい、アプリでタクシー呼ぼうと思っても全部断られて、でタクシー乗り場に並ぼうとしたらもう長蛇の列で、多分待ったら2時間ぐらい待つような感じだったから、もうホテルにたどり着くこともできないし、ホテルまでこんな寒い中スーツケース持って30分歩いて、もしホテルで断られたらもうキャンセルのメール送ってるので、お前は今日泊まることできませんみたいな感じで、断られたらもう身死んじゃうと思って、でとりあえずもう今どうしようと思って、もう今日ソウルに帰った方がいいかもしれない、今6時間かけてここまで来たのに、で今こんな韓国の僻地ソクチョまで、みーさん、この動画昔北朝鮮だったところをさ、みんなに見せてさ、一本の素敵な動画撮ろうと思ってたのに、しかも6時間かけてここまで来たのに、着いた瞬間にさ、アプリで予約したところにキャンセルされてさ、もう最悪で、今2、3軒ホテル回ってきたんですけれども、全部断られて、もう今日はないよ部屋みたいな感じで言われて、あとあっても今日は4万円だよ5万円だよみたいな言われて、そんなさ、ここに泊まるのに4万円も払えるわけないじゃん。で今私はもう考えたんです、最終のバスで6時間かけてせっかくやってきたのに、最終のバスでソウルに帰った方がいいかもしれない。もう何のために6時間頑張ってかけて、トイレも我慢して、膀胱破裂しそうな中頑張ってきたのにって感じで、もうさ涙止まんないんだけど。もうやだこんなところで一人で。まあ泣いてても仕方がないので、とりあえずどうにかするしかないので、まあでも今日も宿を探すのはもう無理かも、多分無理なんだ、無理だから4万円払って泊まるか、それかソウルまで、もう最終のバスが10時半ぐらいだったから、あと3時間あるんですね、現在の時刻7時だから、3時間半ぐらいここを楽しんでからソウルに帰って、もう最悪の旅でしたっていう結末になってしまうんですけれども、そうするしかないけど、4万円、5万円はやばすぎるって、どんな高級ホテルに泊まれるのよ、4万円5万円あったらって感じなので、ちょっと私は最終バスで帰った方がいいかもしれません。しかも最終バスも空いてるか分かんないし、空席あるか分かんないから、とりあえず聞いてこなきゃいけないので、聞いてきたいと思います、バスターミナルで。もう最悪なんだけど、涙止まんないって。いっぱいここの土地について勉強してきたのに、まあ勉強したことはね、この後せっかくだから皆さんに届ける動画で豆知識をね披露したいと思うんですけれども、待って、この動画どうしよう、ボツになるの、え、ボツにするのこれ、やだ。ちょっとどうにかして一本の動画を作り上げるというプロ意識を皆さんにお見せしていいですか。まあ、とりあえずちょっと最終バスで帰れるかどうか聞いていきたいと思います。それでは行ってきます、みんな応援して。寒い、マイナス8度はやばすぎるって、あー寒い、よし聞いてこよう。それではバスターミナルの奥の受付で最終バスがあと1席空いてたということで、マジでやばい、よかった、ラスト1席だよ、もう最後の奇跡を神様は私に授かってくれたのか、もう今何言ってんのか分かんないんだけど、なんか受付に行ったらおばちゃんに、なんで泣いてんのみたいな感じで翻訳機で聞かれて、今日泊まるホテルがなかったのって言ったら、なんでホテル予約しなかったのみたいな感じで笑われたんだけど、ホテル予約したのみたいな感じで、すごい、なんで泣いてんの大丈夫みたいな感じで、すごく心配されたので、もう涙は出さずに、とりあえずバスのチケット取れたということで、今日今からソウルに3時間後に帰るので、3時間ここの街を楽しみたいと思います。もう切り替えよう、切り替えるしかない、涙の数だけ強くなれるよ、この歌を聴きながら、この3時間どうするかをとりあえず10分ぐらい考えたいと思います。
それではさすがにここに来たら行きたかったところがあるからタクシー乗らないといけないからタクシー頑張って並べます。さっきよりはちょっと少なくなってるから並んだらいける気がする。寒い、ごめんね最初からこんな感じでお腹すいた、早くご飯食べたい。今こんな感じで30分ぐらい並んでます。あー寒い、でもあともうちょっとかも。はい、ということでですね、あれからタクシーに40分ぐらいかけて乗ることができて、アバイ村というところにやってきました。アバイ村って言うんですけれども、こちらの村はまあ簡単に言うと北朝鮮の方が住んでいる村っていう感じなんですけれども、ちょっと説明はご飯屋さんに入ってしまいます。やばい寒すぎる、しかもお腹すいた。今日さ、ポッキーしか食べてないよ朝から。じゃじゃーん、私の目の前の景色はこんな感じなんですけれども、タクシーのおじちゃんにアバイ村のご飯屋さんがあるところに降ろしてくれって Google 翻訳でお願いしたらこちらに降ろされました。ちなみにですね、皆さん見てください、こんな感じで韓国ドラマのポスターがねあるんですけれども、このねドラマか映画かなが中国でめちゃめちゃバズったりとか、日本でもねバズって、日本語でね秋の童話って書いてあるんだけど、これがめちゃバズって、この場所でね撮影して、撮影場所って書いてあるんだけど、それで有名になったらしい。みんな知ってる人いる？それではちょっとご飯食べます。お腹空きすぎて死んじゃう。てかさ、思ったんだけどさ、あそこには高層ビルがあるけど、ここのアバイ村に入るとすごいね低いというか一軒家が広がっているという感じですね。全然違う、奥の高層ビルと比べたらここの村。あー何食べようかな、迷うな、美味しそう全部。それではですね、路地に入るとこんな感じでご飯屋さんたくさんあるけど、結構ガラガラだからどこでも入れそう。ここはアバイ村の歌舞伎町かな。やばい寒すぎて持ってるカメラの手が震えて、みんなめちゃめちゃ画面が揺れてたらごめんね。どこ入ろうかな。現在の時刻まだ7時半とかなのに、結構ね人がいないからというか、お客さんがいないから閉まってるお店が多くて、ここのお店やってるらしい。それではこちらのお店に入りたいと思います。もう入れて食べれたら何でもいいって思っちゃうんだけど、もう今どこだろう、ここかな、ここ開けたらいいのかな。失礼します。ちょっと待って、全然違うとこ開けちゃった、失礼しました。あれ、あ上か、上だよねなんかすいません、人の家勝手に開けちゃったかもしれない。あ、ここ、あ、間違えた、キッチン間だった。ちょっと待って、どこどこどこ、あ、ここか、よかった。じゃじゃーん、こんな感じのお店です。いい感じ、ここで北朝鮮料理が食べられるかな。それではですね、ご飯を頼んでいきたいんですけれども、皆さん見てください、もう何一つわからないんだけど、ハングルすぎて何書いてるのかわかんないんですけれども、皆さんめっちゃおもろいんだけどさ、見てここ、じゃじゃん、なんかさ一つだけカタカナあると思ったらさ、スケトーダラ会食してって書いてあるんだけど、どういうこと、スケトーダラ会食してって何なのこれ。どれにしよう、ちょっと調べてみよう。あ、待って、これめっちゃ美味そうなんだけど、見て、ちょっともうこういう写真とかを見せて、これくださいみたいな感じで注文していきたいと思います。チョギヨー、チョギヨー、次よ。ちょっと Google 翻訳でも調べよう。これください。これ。うん、オージンオスンで。オージンオスンで。オージンオスンで。サイズ。スモールサイズ。スモールサイズ。うん。これ。ええ。スモールサイズ。うん。スモールサイズ。うん。ああ、Do you have a beer? Beer. 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 One. Beer one. Yes. Beer one. Please recommend. Please recommend. ああ、スンデク。スンデ？うん。スンデク。スパイシー？あ、あにあに。スパイシー？うん。No spicy？ あ、スープ。じゃあスープ、スープ please。One. One. One. オージンオスンで。Yes. ラーメン、ラーメン。ラーメン？ラーメン。本格ラーメン？スパイシー？little。あ、little？ あ、little？ ああ、okay okay。ラーメン。本格ラーメン、スンデク。オージュマスンビー、オッケー、あのビア、Yes, thank you。 なんとか頼めたけどさ、絶対頼みすぎだよねこれ。3種類も頼んじゃったんだけど、今お腹空きすぎて、ま、待ちます。それではですね、皆さん、ザンゲビールです。ザンゲビールっていう言い方が合ってるのかわからないんですけれども、とりあえず悔しすぎるから飲ませてください。ビール今回に悪くないよね、さすがに。そうだよね、だってちゃんと予約してたんだもん。それでは皆さん、滞在時間があと3時間ということで、10時40分のバスが最終なんですね。でそのチケットを取ったので、本当にあと2時間半か、あと2時間半だ。乾杯。あーま、やばい、ご飯を食べなきゃ酔っ払ってしまう。今日ポッキーしか食べてない、お腹にぶち込んじゃったから。それではじゃじゃーん、1品目です。こちらはオジンオスンデっていう北朝鮮料理です。めっちゃ美味しそうなんだけど、これ中にイカが入ってるのかな。オジンオスンデっていうんですけれども、スンデっていうのが韓国料理の屋台の代名詞なんですけれども、でオジオっていうのはイカっていうことで、オジンオスンデっていう名前のご飯らしいです。いただきます。美味しそう。やばいって、本当にお腹空きすぎて死んじゃう。それではいただきます。待って、やばい、こんなに美味しいもの、ある程度ぐらい美味しいんだけど、本当に今日なんてもう朝から今の8時まで何も食べてなかったんだもん。もう幸せ、お腹いっぱい食べたい。
ん、めちゃめちゃ美味しい。何なんだろう、この卵が美味しすぎる。生き返る。待って、みんな一旦無言で食べさせて。あー、 Thank you。 やば、ハサミだ。Thank you。 美味しそう。あ、ご飯もついてる、嬉しい。え、パブ、パブ、パブ、あ、パブね。あ、Thank you。 コプテギ、あ、オッケーオッケー、辛い入れるのね。ハマさん、みだ。やばい、ちょっと待って。めっちゃ美味しそうなんだけど、皆さん見てください。え、てかこれやばいんだけど。え、これさ、一人で食べるのって感じなんですけれども、あのラーメン欲しいって言ったら、あのこちらが届きました。美味しそうすぎるんだけど。カニが入ってるラーメンだ。でもね、周りを見るとみんなこのカニのラーメン頼んでるから、頼んでよかったかもしれない。じゃじゃーん、やばい、美味しそうすぎるんだけど、これどうしよう。カニの中もカニ味噌とかが入っててめっちゃ美味しそう。そしてこちらがあの一番おすすめのスープだよ、辛くないよと教えてくれたので、辛くないスープと、あとご飯もついてきたっていう感じですね。ちょっと頼みすぎかなって感じなんですけれども、食べていきたいと思います。いただきます。チョルモッケスミダ。いただきますってこと。え、待って、超美味しそうなんだけど。ちょっと待って、やばい、マジで美味しそうなんだけど、このラーメン何これ。辛くて食べれなかったら本当に泣くんだけど。あー、待って、韓国のラーメンって美味しいよね。ちょっとカニをお皿にして食べてみようと。てかさ、みーさ、これ値段見るの忘れてたんだけど、お会計1万円とかだったらどうしよう。これこのラーメン1杯1万円だったらどうしよう。待って、うまっ。え、待って、ちょっと辛いけど美味しすぎるんだけど。見て、カニの中にもちゃんとカニ味噌とかも身も入ってる。待って、うんまっ。こんな贅沢なことある？カニをお皿にラーメンを食べる。まあ多分食べ方違うけど、みんな真似しないでね。このスープもいただきます。なんか静かになってきた、お客さんはいなくなってきた。すごい、なんかいろんな内臓が入ってる、春雨も入ってる。美味しそうこれ。本当だ、ちゃんと辛くないスープだ。ありがとうお姉さん。見て、春雨も入っててめちゃめちゃ美味しい。ちゃんとご飯もついてて、ご飯をこのスープにつけて食べると美味しいの。熱っ、うまっ。あー、マジで元気になる。さっきまで号泣してたけど、やっぱご飯って世界一、私を助けてくれる。乾杯。それではですね、本日の藤原のみーの豆知識を皆さんにね、披露していきたいと思います。ちょっと私元気になってきたので、豆知識を皆さんに伝えられるぐらいのメンタルに回復しました。さっきは泣いちゃってごめんね。もう泣くしかなかった、さすがに。まあ、まずね、なんでここは前北朝鮮だったのかっていう話じゃないですか。なんで北朝鮮だったのに今韓国なのみたいな。え、昔北朝鮮だったのここって、皆さんね疑問に思うと思うので、あのチンパンジーでも分かるように説明したいと思います。いや、これを言うとさ、本当に毎回言ってるんだけどさ、みんなのことをチンパンジーって言ってるみたいな感じだけど違うからね。気を悪くしないで、乾杯。それでは説明しよう、説明されよう。それでは時代を遡り、80年ぐらい前ですね、今から1945年に日本は戦争で負けたじゃないですか。で、その当時の日本って今だったら考えられないんだけど、朝鮮半島を持ってたんですね、統治してて。その時で朝鮮半島は日本のものだったんだけど、戦争で日本が負けたから、その朝鮮半島どうするみたいな、日本負けちゃったから、その朝鮮半島誰のものにするみたいな感じになって、でその時にじゃあその朝鮮半島の上部分、半分から上部分をソ連、下部分をアメリカが持とうっていうことになったんですね。でその時にこう陣地をさ、取り合いになっちゃうじゃん。え、どこで境界するみたいな、境界線張るみたいな感じになって、待って、猫ちゃんかわいい。うん、そうで、そう、陣地、ソ連とアメリカのその陣地どうするってなった時に、真ん中、まあ、真ん中っていうか北緯38度っていう線がピーって引いてあって、じゃあそこをあの境界ラインにしようってなったんですね。ここまで皆さん理解できましたか？だから上がソ連のもの、下がアメリカのものだったの、朝鮮半島が。でその間に線を引かれてるのが北緯38度ね。さすがに分かるか、ごめんね。ここまで理解できたみんなに乾杯。これ見、理解するのにさ1時間ぐらいかかったんだけど。ちょっと一旦食べさせて。まあそう、それでその境界線があったんだけど、なんと皆さんも知ってると思うんですけれども、ちょっと待って、なんかついてる。お茶目。なんかついてる、恥ずかしい。いつからついてた、みんな。お茶目。そして皆さんも知ってると思うんですけれども、まあ、北朝鮮がその朝鮮半島を支配、統治しに来ようと思って仕掛けた戦争を皆さん知っていますか？まあ、その戦争を説明すると、朝鮮半島の上部分を北朝鮮、下部分を韓国、その北朝鮮と韓国でめちゃめちゃ激しい戦争があったじゃないですか。その戦争を皆さんなんて言うでしょうか？それを朝鮮戦争と言います。朝鮮戦争があったじゃないですか。で
で、そのすっごい激しい戦争が、まあ、何年も続いて、で一旦休戦しようってなったんですね。で、その戦争してる時にこうなんかもう陣地が行ったり来たりしてたのも、その北緯38度で境界線引いてたのがちょっと北朝鮮がこっちに来ちゃったりとか、韓国の陣地がちょっと大きくなったりとか、その陣地の取り合いでその境界線が何回も変わったんですね。で、その休戦しようってなった時に、その休戦ラインっていうのが最初境界線を引いてた北緯38度よりも微妙にずれてて、で、ここの場所がその北朝鮮と韓国のその境界線のギリギリどっちにも近い部分にあったんですね、ここが。だからその境界線によって北朝鮮になったりとか韓国になったりとか、北朝鮮になったりとか韓国になったりとかで、その休戦ラインを引いた時に、最初は北緯38度の時は上にあったから北朝鮮だったんだけど、その休戦ラインを引かれた時にはそのラインの下側にあったから韓国になっちゃったんですね。だからもともと北朝鮮だったんだけど、休戦ライン、その朝鮮戦争でもう一旦休戦しようってなった時にラインを引かれたら下の陣地になっちゃって韓国になっちゃったっていう。え、わかる？伝わってる？で、まあ、ここのアバイ村っていうところはさっきも言ったんですけれども、北朝鮮の方が住まわれてるんですけど、なんで住んでるかというと、その戦争の時に北朝鮮の方がここの地域に逃げてきてて、で戦争が終わったら北朝鮮に帰ろうと思ってたらしいんですね。でも戦争が終わった時にはあら不思議、韓国になっちゃってる、僕らの住んでるところがってなっちゃって、帰れなくなっちゃったっていう。だからこのままここに住んでる北朝鮮の方がいるっていう感じになります。皆さん理解できましたか？だから小さい頃にこっちに逃げてきて、今でも帰れてないから、何十年も家族に会えてない方とかもいらっしゃるらしくて、そういう村で私は今ご飯を食べさせていただいているっていう感じですね。で、ここのアバイ村っていう名前の由来なんですけれども、北朝鮮語でアバイ村っていう、そう、なまった言葉でお年寄りの村っていう意味らしいんですね。昔逃げてきた人がここの住んでるところはお年寄りが多くて、お年寄りになっちゃってるから、だからお年寄りの村でアバイ村っていう村の名前になってるらしい。やばい、いっぱい勉強しちゃった、頭疲れちゃった。だからご飯が美味しい。やばい、カニ味噌がうますぎるんだけど、どうしよう。ねえねえ、みんな見て、なんかさ、カニのさ手が多すぎてさ、カニ洗浄みたいじゃない？あ、カニ洗浄じゃなくて、なんだっけ、洗浄かんのか。やばい、ちょっと引きっぱらすぎて酔っ払ってきた。乾杯。やばい、めっちゃ贅沢なことしていい？カニでスプーンを作って汁を飲むっていう。この中にカニ味噌がたくさんある。あ、やばいやばいやばい、携帯にぶちかかった。あ、携帯。うまっ、辛っ、辛辛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 。あー、忙しい。ちょっともうビールがなくなっちゃうから次のお酒頼んじゃった。やばい、あと1時間半ぐらいしかない、どうしよう。うん、うん、楽しみだ。え、すごい、なにこれ、え。なんですごいもの隣なんだけど。え、待って、なにこれ、なんかここのローカルお酒だよみたいなの教えてくれたんだけど、え、ちょっと待って、やばいもの頼んじゃったかもしれない。なにこれ、なんかおつぼねみたいな顔なんだけど、おつぼねじゃなくて、なんだったっけこれ、なんかハリーポッターのグリフィンドールみたいな。ちょっと待って、これ何これ、ちょっと、え、しかもこれ大丈夫、これやばいお酒頼んじゃったかもしれない。みそれではいただきたいと思います。なんかすごいウイスキーみたいな色だけど大丈夫。ちなみにこれはアルコール度数 13%。 13% なの？それではいただきます。なんかウイスキーをストレートで飲んでるみたいなんだけど、どんな味なんだろう。乾杯。やばいよ、でもこれさ、飲みすぎたらさ、帰りのさバスマジで地獄だよね。本当にトイレ行きたくなったら本当に地獄だし、気持ち悪くなったら地獄だけど、そんなことは一旦置いといて、乾杯。ん？あ、結構飲みやすいわ、美味しい、色にしては美味しい。うん、なんかすごい不思議な味するけど、こうすごい熱くなるみたいな感じじゃなくて、結構飲みやすい。うん、うわ、全然熱くなるわ、胸が熱い。これやばい、酔っ払う、やばい、酔っ払って、あのバス逃したら本当に笑えないから、宿ないから、絶対にそれだけはしない。乗れませんでしたとかだったら本当シャレにならないから。うん、でも飲む、乾杯。うん、でもなんかタイムリミットある旅もいいかもしれない。ドタバタしちゃうし、早くしなきゃってなるけど、その3時間の間にどれだけ楽しもうっていう気分になれるから楽しいかも。やばい、ちょっとみんな酔っ払ってきちゃった。この後行きたいところもあるのに、これで終わりじゃないんだよこの動画。うん、この動画はあのみんなに私が帰国するまで見届けてもらうからね、ごめんね、みんな絶対見届けてね。明日帰国できるか分かんないけど。やばい、今日はちょっと悔しかったから飲み目が高い。あ、やばい、ラーメンの中にお酒入っちゃった。乾杯。
うん、うまっ。ねえ待って、エマさん、み頑張ってさ撮影してたのにさ撮れてなかったんだけど。最低、最悪。それではもう一回飲みます。これは今飲み干すっていう動画撮ってたのにさ撮れてなかったんだけど、どういうこと本当に。乾杯。やばい、本当に酔っ払いすぎて、ちょっとこれバス乗れなかったらさすがに罵っていいよ、みんな、みーのことさすがに罵って。乾杯。でも飲むの、うん。そして私のチェイサーはこのスープ、うん、一生飲める、生き返る。やばい、酔っ払いすぎてやばい、みんなどうしよう。酔っ払った時の白飯っておいしい。やばい、これ4杯目なんだけど、4杯飲んだんだけど本当に酔っ払っちゃう。乾杯。そしてチェイサー。このおじさんがすごい優しくしてくれたの、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。かまさみだ、ありがとう。バイバイ。出てくれるの、ありがとう。すごい優しかった。酔っ払ったけどめちゃめちゃ楽しかったな。それではタイムリミットまであと1時間となりました。やっぱさ悔しくなってきた。今酔っ払ってもうさ情緒が不安定になってきてさ、また泣けてきたんだけど。だってもう6時間かけてやってきてさ、この企画撮るのにもさ何時間もさめちゃ勉強してさ、ここ行こうあそこ行こうみたいな感じでいっぱい考えてたのにさ、今から帰らないといけないんだよ1時間後に。もうまた投げてきたんだけど、もう嫌な、メイクぐっちゃぐちゃなんだけど。まあそれでもちょっとあと1時間しかないので、1時間で行けるところに向かいたいと思います。もう泣いてばっか、酔っ払ってまた投げてきたの。もう酔っ払った意味何って感じだけど美味しかった。ちなみにこんな感じで他のお店にもこういうねお酒があるんですけれども、なんかこのさ、なんかこの人形おかしくない、なんかすごい、なんか綺麗な橋がある。それではちょっとあと1時間散策したいと思います。てか今さ酔っ払いながらも思ったんだけどさ、ここのさ暴い村と向こう側橋を渡って、さっき私が行ったバスターミナルの街並みが全然違いすぎる。本当に同じ場所って疑うぐらい全然違うんだけど、本当皆さんこの違い分かりますか。カムサミだ。ありがとう、優しいお兄さん。なんかもう涙の後でさ、マジでメイクボロボロなんだけど、みんな許して。なんかここら辺にタクシーがマジで通らなくて、ウーバータクシーも全然なくて、でも今中心街に戻りたいんだけどどうしたらいいみたいな感じで、店の締め作業してるあそこのお兄さんに聞いたらすごい優しく教えてくれて、ここをまっすぐ歩いたら船があって、船で渡ってからタクシーを捕まえた方が捕まりやすいよと教えてくれたので、船乗り場まで向かいたいと思います。船が終わってたらまた分かんなかったら俺のとこ来たらどうにかしてあげるよみたいにやってくれて、もう優しかった、ありがとう。すごいね、Google 翻訳機を使って船があってみたいな、でなかったら僕のところにまた聞きに来てみたいにやってくれて、もうなんでそんな優しいの、本当に優しい、ありがとう。今昇進だから私優しさに触れるとまた泣いちゃいそうだけど、もう泣かない、もう泣かないからね。なんか今お兄さんの言われた通りにまっすぐ歩いてたら、こういうね昔の北朝鮮の様子が描かれた絵とかが飾ってあるところにやってきました。すごい、何これ、昔の北朝鮮の写真っていうことか。こんな感じで生活していましたよっていう写真がすごいデカデカとあります。へえ。そして船着き場はどこだ、寒すぎるんだけど、もう手が出せないよ、本当にかじかんじゃう。あ待って、これさ昔日本が作った線路じゃない、今はないけど今の北朝鮮と韓国を結んでた線路、これ日本が作ったんだって、すごいよね。あ待って、船着き場発見した。この今私がいる村から市街地まで行けるこの船がね通ってるんですけれども、多分やってる気がする、よかった。このね村はね島みたいな感じになってて、島から本島に行くみたいな感じの感覚ですね。やってるよね多分これ、やってないのこれ、ありがとう。あ、オッケー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 、ありがとう。待って、船もう時間的にやってないけど、タバコ吸い終わったら特別に送ってってあげるよって言って船出してくれるんだって、優しすぎる。
ありがとう、ゆっくりタバコ吸ってね。待って、優しすぎる。もう優しい人に触れてもう泣いちゃうよ。またちなみにこの船はあの目の前に見えるあそこまでしかね行かないんですけれども、ここを渡れるだけでね本当に助かる。今ねもう孤島にいるみたいな感じだからね。優しい、本当にお嬢さん困ってるからしょうがないからタバコ一本吸ったら送ってあげるよ、しょうがないなみたいな感じで言ってくれて、もうありがとう。あ、待って、さっきさ映画のさ撮影ここでしてるって言ったけど、その模型がここにあるっていう感じだ。なんか男女が抱きついてるから恋愛ものなのかな。みんな秋の童話見たことありますか。あ、行く、オッケーオッケー、テンキュー。行くって、ありがとう、本当に助かった。待って、本当に助かったんだけど、マジでありがとう、おじさんたち。特別に最初はねダメダメもう終わったよって言われたんだけど、泣きそうな顔で見たらいいよって言ってくれたの。テンキュー、川上だ、ありがとう。ジャパン、ジャパン、イエス、ジャパン、シリ、東京、東京、イエス、東京、東京東京って言うとねみんな分かってくれる。東京プットシティ、東京。ありがとう、お仕事終わりの方々なのかな。何これ何これ、何してんだろう、これ何してんの、これ待って、これさエンジンじゃなくて手動なんだ。向こうの岸とこっちの岸があの紐でつながってて、おじさんたちが紐で頑張って引っ張ってほらこうやって移動させるっていう、すごいんだけど本当に。ほら見て、おじさんたちが頑張って紐を引っ張って船を動かしてるの、すごい、これすごすぎるんだけど、このシステム初めて見た。おー、港が近づいてきた、すごいね本当に。縄でつながってるんだよこの船が。おじさんたち頑張って引っ張ってくれてありがとう、ありがとう本当に。カムサミダ、ハンゴマルやで、カムサミダ、カムサミダ、アニガセヨ、バイバイ、ありがとう、Thank you、 ありがとうございます。おじさんマジでありがとう、助かった、島を渡れました。船のお金いくらですかって言ったらさ、あ、バイバイ、ありがとう、カムサミダ、船のお金いくらですかって聞いたら、いいよいいよみたいな、お嬢ちゃん来てくれてありがとう、楽しんでねとか言ってくれて、もうまた泣くよ、本当に泣いちゃうよそれでは高速ターミナルに到着しました。ちょっと観覧車とか乗りたいななんて思ってたんですけれども、残り30分でバスが出発してしまうということで、本当に今日は乗り遅れた、やばいとか言ったら本当にもう全然笑えないので、ちょっともう本日はこちらの高速ターミナルでおとなしく待ちたいと思います。昔北朝鮮だったところ、皆さんね理解してくれましたか。まあ私は本当に何しに来たんだ、6時間もかけてって感じなんですけれども、今からソウルに帰ります。誰が今からソウルに帰るのよ本当に。まあね、私は世界一優しいのでね、今日キャンセルしやがったホテルの名前は言わないんですけれども、まあこんなねトラブルもあの YouTube 上を通して皆さんにねお届けできている、私の人生をねみんなに見てもらってるって考えたら、こういうミスも本当に最悪だと思ったけど、まあオールオッケーかもしれませんねそれでは30分間おとなしく待ちます。それではですね、バスが到着したので行きます。じゃじゃーん、こちらのバスで2時間かけてソウルに帰りたいと思います。このお姉さんたちも一緒に乗るのかな。もう悔しい、なんでソウルに帰るの。それではソウルまで2時間かけて帰ります。帰りは2時間で後押し、帰りも混んでってさ、6時間とかかかったらもうさすがに死んじゃうんだけど、それでは今からソウルで泊まるホテルを予約しながら爆睡して帰りたいと思います。でもちょっとお腹いっぱいで酔っ払ったし楽しかった。往復8時間9時間ぐらいかけて、私はさっきのご飯とお酒を飲みに来たということで大丈夫ですかもう笑えてくるんだけど、本当に何してんの。それではおとなしく帰ります。ソウルにレッツゴー。しかもバスが極寒すぎてさ、ずっとアウター着てないと寒いんだけど、こんな極寒のバス初めて。何これ、罰ゲームですか、神様罰ゲームですか。ちょっと待って、おはようございます。ちょっと待って、やばいやばいやばい、え待って、誰もいなくなったんだけど、え待って、誰もいなくなったんだけど、ちょっと待って、着いた。それでは1時半です。眠すぎる、でもちゃんと帰りは2時間半ぐらいで着いた。眠すぎる。はい、ということでですね、本日泊まる宿に到着しました。なんですけれども、ちょっとやばい気がする。なんか本日あのミョンドンに泊まりたいと思って、でさっきカンナムのバスステーションから1500円ぐらいで今ミョンドンにやってきたんですけれども、ここミョンドンなの本当に。なんかすごい路地にあるこちらなんですね。で、合ってるの名前はママゲストハウスって言うんですけれども、なんか今日もちょっとやばい気がするけど、チェックインしていきたいと思います。今日はね金曜日の夜で、
本当に混んでて、ミョンドンちょっと盛り上がりすぎちゃって、盛り上がりにかけてるじゃなくて盛り上がりすぎだったので、めちゃめちゃ高くてですね、ここのゲストハウスでも1万円だったんですね。まあ一旦ちょっとチェックインします。はい、ということでですね、なんと鍵が受付にボンって置いてあって、多分これミーの鍵めっちゃ適当なんだけど。それでは私の部屋は107です。じゃじゃーん、こちらのお部屋ですね。隣のお部屋空きっぱなしだけど大丈夫これ？それでは失礼します。おー、なんかすっごい家の匂いがする。おー、あー、なんかすごいこじんまりしてるけど十分な宿がある、幸せがやばいです。それでは皆さん、あ、ちょっと待って、スーツケース忘れてきた、マイク後で。それでは皆さん、本日泊まるお部屋のルームツアースターティン。お部屋がある、幸せ。まずドア開けてすぐ左側にじゃじゃーん、洗面台があります。まあまあ十分な洗面台と、あとはお手洗いと、そしてシャワールームがあるっていう感じですね。もうなんかシャワールームがあるだけで本当に幸せ。それではもうメインのルームはこちらです。いきますね、せーの、じゃじゃん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 じゃーん。すっごいこじんまりとしたベッド、ドーン。なんかすごい寒そうだけど、まあ寝られるところがあるだけで本当に幸せですね。で、明日ここでね、朝ちゃんと起きれたらメイクはするところもあるしみたいな感じで、でここには絶対に見ないテレビもあるし、まあ十分すぎるお部屋っていう感じですね。でもここ1万円は高すぎるよ。今日はさ、祝日っていうのもあるし、マジで本当に高すぎて、他の普通のホテルとかだったら2万円とかだったのね。さすがに高すぎると思って、さっきミョンドンで一番安いホテルでここ1万円だったっていう感じですね。まあ仕方ないですね。それではこちらで一泊します。あー、やばい、眠すぎる。ちなみに現在の時刻も1時半で、で10時40分にバスに乗って1時に到着したから、まあちょうど2時間半ぐらいかな。もうバス爆睡してて、本当にもう深夜の1時半なので、ミョンドンに着いてから夜の街に繰り出そうかなとか思ってたんですけれども、さすがに寝ます。明日は帰国なので寝ますね。で、まあ明日はね、ちゃんと飛行機に乗られるように起きないといけないので、とりあえずシャワー浴びてきます。眠い。というかマジで移動疲れた。もう移動だけで9時間ぐらいかかったよ。はい、ということでお風呂上がりました。気持ちよかった、最高すぎる。けど本当に苦手なタイプのシャワーすぎて、ちょっとパックしますね、しっかりと。もうシャワーの水は下に溜まってすごいタプタプになるわ。その水がなんか洗面台まで行ってトイレまで侵入しちゃってみたいな感じの、本当に苦手なタイプのシャワーだったんですけれども、やっぱシャワーは最高に気持ちいいですね。それではパックタイムスタート。あー、気持ちいい、最高すぎる。本当に私ね、旅始めてっていうのは今回の旅が始まって1週間以上経つんですね。まあ9日間ぐらい経ったんですけれども、最初は石川に行って、で石川から大阪に行って、大阪から福岡にフェリーで行って、福岡からプサンにフェリーで行って、でプサンからチェジュ島行って、チェジュ島からソウルに行って、ソウルから今日壁市に行って、で今って感じなんですけど、本当に1週間毎日毎日飲んでたので、最終日さすがにお母さんにブチ切れられると思って、パックかけるビールじゃなくて、パックかける韓国のちょっと微妙な緑茶にしたいと思います。お母さんごめんなさい、1週間飲んだので、最終日はちゃんと肝臓を整えて帰国できるようにパックかけるお茶にします。乾杯。決まる。それであるしね、今回の動画もうちょっとね、昔北朝鮮だった場所を明るい時間に撮影して皆さんに見せたいところもたくさんあったんですけれども、さすがに宿なしであそこに滞在することはできませんでした。さすがにそこら辺の道端で会った人に声をかけて、それも考えたんですね。一回ね、ミーの脳の中で一旦話しかけて泊まらせていただけますかみたいな感じで言おうとしたんだけど、さすがにみんなのことを心配させすぎるし、さすがにちょっと女の子一人でそれをするのは無謀すぎるし危険すぎると思ったので、ちゃんと帰ってきたっていうその決断をできた私を皆さん褒めてください。本当にさ、み最近めっちゃコメントで来るんだけどさ、なんか前にカンボジアに行きたくてなんだけど、飛行機の予約を1日間違えていて、羽田空港に着いた瞬間に、え、昨日だったんだけどみたいな、え、私の飛行機昨日飛んでたんだけどみたいな感じの動画を撮ったこともあるし、そういうことがあったんですね。でそのコメント欄でもう溢れ返ったのが、さすがにわざとでしょみたいな、演出のためにわざとやってるわみたいな感じで来たんだけどさ、みんなってわざとやりたいよ本当に。そんなね、わざとできるような器用な人だったらね、今日のホテル絶対予約してるからね、前々から。まあ当日いつもホテルを予約してしまうっていう私の癖で、まあ行き当たりばったり旅のね弊害なんですけれども、そのせいで
で今日泊まれなかったんですけれども、そんなに器用な人だったら私絶対に今日のホテルは前々からちゃんと予約していました。もうね、わざとですかとか、さすがに今回はみーちゃん演出でしょみたいなコメントくるんですけれども、わざとじゃないんです。わざとしたいです、本当にもう自分に呆れたくないからわざとして器用にしたいよって感じなんですけど、まあこういうね行き当たりばったり旅を皆さんにお届けして、で本当は普通だったらこういう動画のボツになるんですけれども、私一本の動画にしちゃうっていうね、みんな私の人生をなんか見届けてくれてありがとう、見守ってくれてありがとうって本当にもう感謝の気持ちでいっぱいでこの動画を撮っていますね。乾杯。でも今日はね、みー悪くないと思う。だってちゃんと予約して予約完了の画面見たんだもんだって。しかもさ、めっちゃムカつくのがさ、みんな聞いて、さっきメールでさ、今日泊まる予定だとホテルから滞在はいかがでしたか、レビューをお知らせくださいみたいなさメール来てたんだけど、ムカつく、泊まれなかったんですけど本当にもうムカつくということでですね、皆さん明日は私帰国するということで、まあここは11日チェックアウトなのでね、もう現在の時刻を皆さん見てください。2時半なんですね。2時半だから、まあ今から3時ぐらいに寝て10時ぐらいに起きてからチェックアウトして帰国したいと思います。明日私はちゃんと帰国することができるんでしょうか。ちょっと最後ソウルでさ、お買い物してから帰りたいから、お買い物の様子とかも、あと帰国する様子もこの後映していきたいと思います。それでは皆さんおやすみなさい。今日はもう本当に踏んだり蹴ったりすぎて、泣きすぎて疲れたし、強いお酒飲んで本当に酔っ払って疲れたしみたいな感じなので、すぐに寝られそうです。それじゃあみんなおやすみ。おはようございます。おはようございます。やばい、眠すぎる。現在の時刻はやばい、全然アラームの音聞こえなかった。せーの、じゃん。あ、待って、やばい、11時26分。誰が韓国最終日にお昼に起きるのよ、本当にマジやばい。まあ、順次チェックアウトで、あの後調べたら順次チェックアウトだったから、まあいいんだけど。ねえ、この後さ、ちょっとコスメとかさ、韓国でショッピングしてから行きたかったのに、間に合わないかもしれない、飛行機の時間で。いやでもやりたいから、ちょっと一旦すっぴんのまま外に繰り出します。しかもさ、みんな聞いて、今日さ、なんかここの部屋暖房つけたのになんか冷風がさ、来て、もう外をマイナス8度で超寒いのにさ、冷風が来てさ、暖房一生つかなくて。で、こういう感じでね、電気毛布みたいなのがあったから、電気毛布をしてみたんだけど、電気毛布はこれでこれで暑すぎて汗かきそうになって、いやでも上は寒いしみたいな感じで、もうさ体温調節マジ難しかったんだけどって感じで、結局4時ぐらいに寝たからもう眠すぎる。何この部屋寒っ。今は寒いけど、今電気毛布は暑いしみたいな感じで、背中だけ暑いしって感じで、もう本当に最悪なんだけど、もうここに1万円払ったのがムカついてきたって感じだけど、とりあえず繰り出します。それではですね、チェックアウトしてミョンドンの市街にやってきたんですけれども、皆さん30分だけ、私てかあと20分か、あと20分だけショッピングができる時間があったのでショッピングをしています。ちなみに今ピアスを買いました。かわいい。これ何個か買ったんですけれども、1個1000円とかで買えるから、ちょっと私ピアスなくしやすいのでいっぱい買ってきました。ちなみに皆さん見てください、今買ったんですけれども、かわいくないこのピアス見て。ソジュなの、ソジュ。ちょっと韓国を最後楽しみたくて、韓国お酒のピアスを買いました。可愛くない？これコップなの、コップ、ソジュのコップ、可愛いでしょ。よし、あと18分しかない。それではちょっと頑張ります。ちなみにこのお店でピアスを買いました。可愛い。よし、次は何買おうかな。オリーブヤング行ってちょっと美容品を買いに行きたいと思います。今日も人がすごいな。今日土曜日だからか、やばい、タイムリミットが近づいてきました。それではめちゃめちゃ有名なオリーブヤングでちょっと欲しい化粧水とかを買いに行きたいと思います。もうお酒をねいっぱい飲むから本当に肌管理が大変なのよ。ちょっと欲しいものがあるから買ってくる。それでは中はこんな感じです。こういういっぱいある中で探すのにめっちゃ苦手なんだよね。どうしよう。視聴者のさ何人の方々はさ、ミーにちょっとそばかすが増えたりとかさ、ミーにちょっとニキビができたらさ、ミーちゃんちょっと肌荒れてるねみたいな、そばかすいっぱいあるねみたいな言ってくるからさ、ちゃんとさ喋り方うざ。だからちゃんとこの中から欲しいもの探してやるんだから。それではですね、買ってきました。8000円分も買っちゃったんだけど、まあ、私はね旅に一番お金をかけて、2番目には美容にねお金をかけようかななんて思い始めた今日この頃なのでね、やっぱ肌とかは大事なので、しっかりといっぱい欲しいものを買ってきました。嬉しい。ちょっと何を買ったかは後で紹介しますね。ちょっととりあえず空港に向かわないと本当にやばいので向かいます。やばい、タクシー
やばいやばいやばい、3分以内にタクシー乗らないと本当にやばい。それではですね、今空港に向かってます。多分間に合うはず。もう今日の飛行機乗り遅れたらまた泣くから、絶対に間に合って。でも今高速道路は爆走してるから大丈夫なはず。それではレッツゴー。お買い物もできて大満足。あー、昨日のあったことが夢みたいだ。本当に悪夢すぎる。空港に到着。間に合った。2時間前に到着したよ。みんな褒めて。今からミーが乗る飛行機は4時20分発だから、これだ。ここの一番下の4時20分発成田行きですね。これに乗ります。チェジュエアーだ。それではチェックインできました。保安検査場入りたいと思います。やばい、お腹すいた。今日何も食べてない。まだ出国審査できました。すごい、中で弾き語りをしている方がいらっしゃる。めちゃめちゃ可愛い声だった。それではちょっとお腹すいたのでラウンジを探したいと思います。アシアナラウンジだ。プライオリティパスラウンジで、プライオリティパス持ってるから入れるはず。発見した。ここ来たことあるな。アシアナラウンジです。やばい、お腹すきすぎて本当に死んじゃう。あれ、ここのラウンジはなんか入れないって言われたから違うラウンジに行けって言われた。違うラウンジはあっちかな。ここはどうだろう、入れるかな。スカイハブラウンジだって。ラウンジの中はこんな感じです。軽食があるからとろーっと美味しそう。やばい、韓国料理とかもあってマジで美味しそうなんだけど、お腹空いてきてやばい。それではですね、やっとご飯にありつけました。見てください、じゃじゃーん。私の本日の初ご飯です。飛行機が出発するまであと1時間ぐらいになったので、こちらで爆食をしてから飛行機で大爆睡をかましていきたいと思います。いただきます。その前にまずはちょっとビールでラスト韓国を祝していきたいと思います。乾杯。てかさ、帰りの飛行機さ、日本まで1万円で帰れるんですね。1万円で帰れるんだけど、窓側の席も空いてなくて、通路側の席になってしまったので、帰りの空の上の様子を皆さんにお届けできないかもしれないんですけれども、みんな見やね。1万円って安くない？日本まで、韓国から日本まで1万円で帰れるんだよ。でも17キロ、スーツケース17キロまで行けたんだけど、ミーのスーツケースさっき化粧水とか買っちゃってそれをぶち込んだから19キロになっちゃって、1キロ1000円でオーバーを払わないといけなくて2000円払わされたんですけれども、1万2000円で帰れたということで、オロケー。乾杯。待って、このピアス超可愛いんだけど、見て、ソジュだよソジュ。14時50分までに来てくださいって。待って、今46分なんだけど、本当にやばい本当にやばい。しかもさ、ゲートめっちゃ遠くてさ、電車乗っていかないといけないんだけど、やばいやばいやばい。みーめちゃめちゃ偉いからさ、世界一偉いからさ、編集してたらこんな時間になっちゃった。でもお腹いっぱいで眠くなってきた。それではこちらの電車でゲートまで向かいます。やばい、間に合うかな。遅れたら本当に泣くんだけど。待って待って、やばい、マジでやばい。本当に出発15分前なんだけど、国際線これ大丈夫？ちょっと待って、本当にやばい、こんなに遠いと思わなかった。やばいやばい、絶対乗りたい。お願い、神様、最後だけは本当に助けて。もう昨日から踏んだり蹴ったりだから、まあ自分のせいなんだけど。やばいやばいやばい、走れ走れ。成田108番です。前の人もめっちゃ走ってる。間に合ったかもしれない、よかった。はあ、暑い。今日はミニスカにしててよかった。やばい、暑い暑い、疲れた。それでは到着しました。間に合った。16時20分発こちらになります。あ、やばいやばいやばい、乗り込みました、よかった。それでは今からチェジュエアーで2時間ちょっとかけて帰りたいと思います。ちょっと窓側じゃなくて隣にも人いるから動画撮れないかもしれないんですけれども、すいません。ということでですね、皆さん成田空港に到着しました。無事に帰国です。1週間ぶりの日本だ。やっと日本に到着した。本当に今回の旅は石川から始まって10日間ぐらいのね旅だったので、ちょっと長めだったなって感じなんですけれども、今回もたくさん食べてたくさん飲んで酔っ払って泣いては笑って泥酔して寝坊してっていうね、すごい忙しい1週間だったんですけれども、すごく楽しかったです。皆さんこの旅いかがでしたでしょうか。それではですね、皆さん本日の動画実はここまでになります。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。せーの、
どんぶらーここ、バイバーイ。次の動画もお楽しみに。ちなみに今から私は成田空港からちょっとオフ会でね、視聴者さんにいただいた成田空港からあの東京駅までのリムジンバス無料チケットをいただいたので、そちらで帰りたいと思います。ありがとうございます。それではみんな次の動画もお楽しみに。バイバーイ。はあ、楽しかった今日一日。そしてこのピアスもお気に入りだし、普段からつけちゃおうかな。じゃあ次の動画で会おうね。バイバイ。チケットくれた視聴者さん、ありがとう。これで帰るね。バイバーイ。